4月7日から4月9日の両軍の動き、なるビく在白中のドイツ駆逐艦、ドイツ特設給油船、ヤンベレン第1次、なるビく海戦は、第二次世界大戦中の1940年4月10日に、ノルウェーのオフォトフィオルドで正規した海戦。4月9日に、ドイツ海軍の駆逐艦10隻が、なるビくに到着し、なるビくを占領した。 その翌日、イギリス海軍の駆逐艦5隻が、フィオルド内に侵入して、ナルビク港に停泊中の艦船に攻撃をかけ、海戦が発生した。双方2隻の駆逐艦を失った。また、両軍の指揮官も戦死した。1940年4月、ドイツ軍は、ノルウェー侵攻を開始し、ノルウェー各地に向けて、攻略部隊が出撃した。 そのうちの一つ、ナルビクに向かう部隊は10隻の駆逐艦、ビルヘルム・ハイドカンプ、アントン・シュミット、ディーター・フォン・レーダー、ハンス・リューデマン、ヘルマン・キュンネ、ボルフガング・ツェンカー、エーリッヒ・ケルナー、エーリッヒ・ギーゼ、ゲオロク・ティーレ、ベルント・フォン・アルニムで構成されており、フリードリヒ・ボンって代償に率いられていた。4月7日にドイツを出撃した攻略部隊は、 トロンハイムへ向かう部隊や巡洋戦艦、シャルンホルスト、グナイゼナウと共に、目的地へ向けて北上した。途中、天候が荒れてきたため駆逐艦は、バラバラとなってしまった。4月8日7時15分、ハンスリューデマンが、イギリス駆逐艦、グローオウームと遭遇し、戦闘となった。グローオウームは、応援に駆けつけた、重巡洋艦アドミラルヒッパーと交戦後、 アドミラルヒッパーに体当たりして沈没した。4月8日20時頃、巡洋戦艦2隻と別れ、なるべく攻略部隊は、なるべくのあるオフォトフィオルドへ繋がるベストフィオルドへ向かった。4月9日3時10分、遅れていたエリヒギーゼを除く9隻の駆逐艦は、オフォトフィオルドへ入っていった。攻略部隊は、ノルウェーの小海艇2隻と遭遇し、それを降伏させた。 ラムネース水道では、ハンスリューデマンとアントン・シュミットがそこにあると、考えられていた要塞の占領に向かった。だが、実際には何もなかった。続いて、ボルフガングセンカー、エイリヒ・ヒケルナー、ヘルマン・キュンネがヘリアンクス・フィオルドのエルベゴールに、兵員を上陸させに向かい、そこを占領した。また、ディーター・フォン・レーダーは、フィオルド入り口の監視に残された。 そして残りの3隻、機関のビルヘルムハイドカンプとゲオルクティーレ、ベルントフォン・アルニムの3隻はナルビクへ向かった。ナルビク港には、ノルウェー海軍のノルゲ級解剖戦艦、エースボルト・ノルゲがいた。天候は、吹雪で、視界は、非常に悪かった。アイツボルは、ドイツの駆逐艦に対して、停戦を命じた。ボンテは士官を派遣し、その間に、ゲオルクティーレ、 ベルントフォン・アルニムは姿を消した。派遣された士官は、降伏を要求。それが拒否されたため士官がアイツボルを離れた後、ビルヘルム・ハイド・カンプは魚雷を発射した。4時37分、2本の魚雷が命中したアイツボルは、爆沈した。もう一隻の解剖戦艦ノルゲは、鳩場の付近にベルントフォン・アルニムを発見した。ノルゲは、ベルントフォン・アルニムに対し砲撃を開始したが、 命中せず、ベルント・フォン・アルニムも反撃した。4時55分、ベルント・フォン・アルニムの発射した魚雷が命中したノルゲは、転覆、沈没した。アイツボルでは175名が戦死して生存者は8名、ノルゲでは101名が戦死して生存者は90名であった。ドイツ軍の計画では、10隻の駆逐艦は、陸兵を上陸させた後に、あらかじめ戦着している。 はずの給油船2隻から給油を受けた後、4月9日の夜に、ナルビクを脱出して、ドイツへ向かうことになっていた。ソレンムルマンスク州から来た、輸送船、ヤンベレンは到着していたが、ドイツから来る、はずの他の輸送船カテガット及びスカゲラックは、ノルウェー・イギリス艦,艦艇に捕捉されて自沈しており、到達できなかった。このため、同時に給油できるのは、 駆逐艦2隻だけで4月9日の夜に北に着くのは不可能だった。4月9日が終わる頃に給油が済んでいたのはビルヘルムハイドカンプを含む3隻だけだった。さらにドイツ軍はノルウェーの沿岸砲台を占領してそれを港の防衛に使うつもりだったが実際にはなるべくに沿岸砲台はなかったので 港の防衛に使える陸上設備は何もなかった。ドイツ海軍は U ボート3隻をフォトフィオルドに警戒のため配置したが4月9日の夜は好転であり U ボートによる紹介は十分ではなかった。4月7日、第2駆逐軍と第20駆逐軍の駆逐艦4隻がシェトランド諸島から出撃した。出撃の目的は ノルウェー沿岸への嫌い不説である。これらの駆逐艦は、ウィリアム・ホイットワース中将が指揮する、巡洋戦艦レナウント、その後衛の駆逐艦4隻と合流し、ベストフィヨルド入り口へ向かった。途中で、駆逐艦、グロー・ウームがはぐれた。グロー・ウームは、ドイツ艦隊と遭遇し、戦闘後沈没した。目的地到着後、第2駆逐軍と第20駆逐軍は、 レナウンと別れ嫌い不説を行った。4月8日10時45分、第2駆逐軍と第20駆逐軍は、レナウンとの合流を命じられた。同日18時50分、ホイットワース中将はなるビくへ向かうドイツ軍部隊の阻止を命じられた。だが、ホイットワース中将は、皇天の中夜間に危険な海域である、ベストフィオルドに、 ドイツ軍が入ることはないと考えこの命令には従わなかった。しかし、実際にはこの間にドイツのなるべく攻略部隊はベストフィオルドに入っていた。4月9日午前、レナウンを中心とするイギリス艦隊はロフォーテン諸島沖でドイツのジュニオ戦艦シャルンホルスト・グナイゼナウと交戦した。この海戦後、第二駆逐軍は ベストフィオルドの紹介へ派遣された。続いて、第二に駆逐軍はナルビクへ向かうよう命じられた。ウォーバートンリーは、ノルウェー人から、ナルビクはすでに占領されており、六隻の駆逐艦と一隻の U ボートがいて、嫌いも不設されているであろうとの情報を得た。この時までに、駆逐艦、ホスタイルが加わった。夜明けに攻撃を行うため、第二に駆逐軍は、 一旦ナルビクトは反対方向に向かい、それからオフトフィオルド入り口へと向かった。4月9日21時には南西に向かう第二駆逐軍がドイツ潜水艦 U51 によって発見されている。オフトフィオルド入り口付近には2隻のドイツ潜水艦 U25 と U46 がいたが、それらには発見されなかった。 イギリスの駆逐艦は、ナルビク港の入り口まで気づかれることなく、たどり着き、4時30分ごろ港内のドイツ駆逐艦に、大使攻撃を開始した。海戦発生時、ナルビク港内には、ディーター・アーフォン・レーダー、アントン・シュミット、ビルヘルム・ハイドカンプ、ヘルマン・キュンネ、ハンス・リューデマンがいた。ヘルマン・キュンネとハンス・リューデマンは、ヤンベレンから給油を受けているところであった。また、 この他に23隻の商船も停泊していた。ボルフガングツェンカー、エイリッヒ・ヒケルナー、エイリッヒ・ギーゼの3隻は、ヘリアンクスフィオルドのエルベゴールに、ゲオルクティーレとベルントフォン・アルニムは、バランゲンフィオルドにいた。第一次、ナルビク海戦と、第二次、ナルビク海戦の沈没艦の位置イギリスの駆逐艦は、ハーディ、ハンター、ハボックの順で、なるびク港入り口に入り、 港内の艦船に対して攻撃を行った。残りの2隻、ホスタイルとホットスパーは港の北側を調べに向かった。まずハーディが3本の魚雷を発射した。そのうちの1本がドイツ側の機関ビルヘルムハイドカンプに命中し、弾薬が誘爆して座城していたなるべく攻略部隊の指揮官、フリードリヒ・ボンテ大将の戦死した。 残り2本のうち1本は焦線に命中した。ハーディは、さらに4本の魚雷を発射したがこれはすべて外れた。続いて、ハンターが8本の魚雷を発射し、駆逐艦アントン・シュミットに1本命中させた。また砲撃でも、アントン・シュミットに命中弾を与えた。ついで、ハボックが校内に入り、3本の魚雷を発射した。うち1本が、アントン・シュミットに命中した。 アントン・シュミットは爆沈し、その影響で近くにいたヘルマン・キュンネは、航行不能となった。残り2本の魚雷は商船に命中した。また、ハボックは、ハンスリューデマンに2発の命中弾を与えた。港の北の調査に向かっていた、ホスタイルと、ホットスパーも何も発見できなかったことから攻撃に、加わった。ホットスパーは4本の魚雷を発射し、2本が、 小船に命中した。ホスタイルは、ディーターフォンレーダーに2発の命中弾を与えた。この後も砲戦は続き、ディーターフォンレーダーはさらに命中弾を受けた。5時5分、ディーターフォンレーダーは8本の魚雷を発射したが、命中しなかった。イギリス側は、煙で港内の様子がわからなくなったため一旦、郊外に出た。 この時点でイギリス側に命中弾を受けた艦はなかった。各艦の残存魚雷半数を確認し、港内の敵はほぼ撃破し郊外には、敵は見当たらないためウォーバートンリーは撤退前にもう一度攻撃することを決めた。この攻撃の際、ホスタイルは4本の魚雷を発射した。ハンスリューデマンも4本の魚雷を発射したが、命中しなかった。また、ホスタイルが、 命中弾一発を受けた。イギリス軍の攻撃が始まってから約1時間後、ヘリアンクスフィヨルドから、エリッヒバイ中佐式するドイツ駆逐艦、ボルフガングゼンカー、エリッヒケルナー、エリッヒギーゼが現れた。5時40分にハーディとハボックがそれを発見し、ウォーバートンリーは撤退を命じた。ドイツ駆逐艦と西へ退避するイギリス駆逐艦は交戦したが、 共に命中弾は得られなかった。バランゲンフィオルドに停泊していたフリッツベルガー中佐、四季のドイツ駆逐艦、ゲオルクティーレとベルントフォン・アルニムは5時50分にバランゲンフィオルドを出た。ウォーバートンリーは、この二隻の駆逐艦を味方の増援だと誤認した。5時57分、ドイツ駆逐艦は、砲撃を開始した。まず、ハーディが命中弾を受けた。 環境への命中弾で、バーナード・ウォーバートン・リー大佐も致命傷を負った。大きな損害を受けたハーディは南に向かい岸に乗り上げた。ゲオルクティーレとベルント・フォン・アルニムは、イギリス駆逐艦の前を横切って、東方向へ向かい、後方のイギリス駆逐艦も先頭に加わった。この間に、ハボックが5本、ホスタイルが4本、ゲオルクティーレは2本。 ベルント・フォン・アルニムが一本の魚雷を発射したが、これらはすべて外れた。それから、ドイツ駆逐艦二隻は取り舵を取って、西に向きを変えた。ゲオルクティーレが、ボイラー室に命中弾を受け、ハンターも被弾炎上した。ドイツ駆逐艦は、イギリス駆逐艦の前に出た。ゲオルクティーレは三発被弾したが、三本の魚雷を発射し、一本が、 ハンターに命中した。その後ろを航行していたホットスパーは2本の魚雷を発射した直後に被弾し、相関不能となって6時15分頃、ハンターと衝突した。この頃には、バイチューサーが率いる駆逐艦も再び戦闘に加わり、ハンターとホットスパーは5隻の駆逐艦による攻撃を受けた。ハンターとホットスパーも反撃し、 ベルント・フォン・アルニムに命中弾を与えた。ホットスパーは、ハンターと離れることに成功し、ハボックとホスタイルに援護されて、フィオルド街へ退避していった。ハンターは沈没した。ドイツ側は深刻な燃料不足などもあって、追撃を断念した。退避中、イギリスの駆逐艦は弾薬を積んだ。ドイツ戦ラウェンフェルスを発見し沈めた。ドイツ側は、 ビルヘルム・ハイド・カンプとアントン・シュミットの二席を、イギリス側は、ハーディとハンターの二席を失った。また、両軍の指揮官ウォーバートン・リー・大佐とフリードリ・ヒ・ボンテ、大将が戦死した。後にイギリスは戦死したウォーバートン・リー・大佐に、ビクトリア十字勲章を授与し、ドイツは、フリードリ・ヒ・ボンテ大将に、騎士鉄十字章を授与した。後の研究では、から、 外洋への出口は、ベストフィオルドを南へ抜けるか、ラムスン水道を北西に抜けるしかなく、4月10日には、戦艦3隻、巡洋戦艦2隻、空母1隻を含む、圧倒的な艦隊が、周辺海域に揃う予定だったので、ドイツ側駆逐艦に比べると武装が劣って、数も少ない5隻の駆逐艦で、4月9日夜に突入する必要があったのか、 という点は指摘されている。イギリス軍は1940年4月13日に再び攻撃をかけ、第2次、なるびく海戦が発生。その海戦で、なるびくのドイツ駆逐艦は全滅した。損害。ありがとうございます。